皆さんこんにちは。今日はポピュラー音楽理論2回目、音階スケールについてお話ししたいと思います。世の中には様々な音階スケールがあるんですが、音の階段のことですね。今日はポピュラー音楽理論において最も重要な長調、それから短調の3種類のスケールについてお話ししたいと思います。まず皆さんがよくご存知のドレミファソラシド、これは破長調の長調スケールと呼ばれています。実際中身はどうなっているんでしょうか。ドレミファ、それからソラシドという完全4度の2つのブロックに分かれていることが見て取れるでしょうか。これをさらに詳しく見ていきますと、全音、全音、半音。この全音というのは、半音2個分の長2度のことですね。半音が2つ分の長2度です。そして半音。そして、2つ目のブロックもやはり全音、全音、半音。同じ形をした2両連結の車両が走っていると。このように見ていただけるといいと思います。括弧の中に書いてありますが、この完全誘導の塊のことをテトラコードと昔は呼んでおりました。それの前前半という並び順はディアトノン型という車両ですね。これが二両連結。連結部分は実は全音になっております。そして二両が連結されていると。そうすると最終的に皆さんがよくソラ暗記している全然半、全、全然半。メジャースケールを唱えるときの距離感ですね。こういうふうに暗記している方も多いと思います。からくりはこうなっていたんですね。この距離感を使うことによって、違う音から始めた長調スケールも即座に作ることができます。例えばじゃあ皆さんはファの音から作ってみましょうか。ファから始めて、全然半、全、全然半。そうすると、シのところをどうしてもシのフラットにしないと、この並びにならないんですね。すなわち、ファから始まるヘ長調はシにフラットがつかなければいけない。調号はシにフラットが一つと。そういうことになるんですね。このようにして、すべての12音のルートから長調スケールを作ることができると思います。さあ、それでは次に、単調スケール入っていきましょう。こちらはですね、もともと長調スケールからできているということを皆さんご存知だったでしょうか。実は長調スケール、ドレミファソラシドを6番目のラの音から読み替えて弾いてみると暗い響きがするのをご存知だったでしょうか。皆さんは何気なく異単調と言われたらラシドレミファソラと白い鍵盤だけを弾いていましたが、あれは実は長調の変化形だったんですね。もともと長調スケールがあって、そこの6番目から読み替えたら暗い響きがする。これを簡単に言うと、単調スケールにしようと決めたわけですね。これを自然単音階、自然的に派生したので、自然単音階、英語ではナチュラルマイナーと言います。これを今、下の段にオクターブ違えて書いてみましたが、一番重要なことは、長調スケールと度数が違うということです。下に書いてあるローマン数字、これはルートからの距離を表していますが、長調スケールの時は全部ローマン数字が1、2、3、4、5、6、7、8と、シャープもフラットもつかなかったはずです。そうなんです。あの度数っていうのは実は長調スケールがデフォルトになっているんですね。あれをデフォルトに考えると、この単調っていうのは、3番目のとフラット、単3度。そして、6番目のラからファ。これも単6度になる。ラからソ。これも単7度になる。すなわち、ナチュラルマイナースケールは、3度と6度と7度がフラットした。ですか、長調スケールに比べると3度と6度と7度がフラットしたスケールが、単調スケール、自然単音階ということも言えるわけです。
よろしいでしょうか。それでは次いきますね。単調スケールには3種類あるうちの2つ目。これはですね、そのさっき使った自然単音階の第7番目の音が、長7度に変わるということです。これを和声単音階、英語ではハーモニックマイナーと言います。なぜか、この7番目の音を長7度にすることによって、5番目にできる。あそこの5度って書いてありますね。5番目にできるコードが5度7になってくれるんですね。ソがソシャープになってくれることで、5番目のコード、ミ、ソシャープ、チーレと E7 というコードになって、続和音、いわゆるドミナントができるんですね。この5度7のコードが自然単音階にはなかったんです。ですから、曲を作るときに和声進行で5度7を作るためにこのスケールは生まれました。変えた音としては7番目の音を長7度。これを別名同音と言います。導く音と書いてルートの半音下の音、同音と言います。半音下からルートに解決、導く音ですね。になったものがハーモニックマイナーとなりました。では最後に、旋律単音階、メロディックマイナーというものもあります。これはどうしてできたのか。先ほどの和声単音階、第7番目の音を半音上に上げました。長7度に上げました。そうすると、もともとあった6番目の音、ファのナチュラルからそのシャープに飛ぶのに、音に隔たりができてしまいます。そこだけ感覚が空いてしまうんですね。なので、メロディーを作るときにデコボコしてしまうんです。今度はメロディーに特化したスケールということで、6度もそれに合わせて半音上げてしまえということで、超6度に上げてしまいました。そうすると、すべて5度から6度、7度、8度への動きが滑らかになるわけですね。これが旋律単音階、メロディックマイナーになります。クラシックの楽典ではこのメロディックマイナーの時に、上行形に対して下行形は変わると、ね、全部フラットがつくということになっていますが、ポピュラーの世界では上下、両方同じこのスケールを使います。特徴としては6番目も長6度、7番目も長7度、すなわち後半は長調スケールと同じということになるわけですね。さあ、この、今日お教えした長調スケール、それから単調の3種類。これはポピュラー音楽を作る上で非常に大事な、一つも欠けてはならないスケールなんですね。ぜひ、この種類と違いをしっかりと覚えておいてください。